洗い吸湿室または洗い場といい、釜で焼いた焼きを粗いものと小さいものとにより分け、また雑物を取り除き、粒子をより一層微細にするところです。まず運んできた焼きを一番上の水槽に入れ、水を流し込みながら独特な形をしたクワですりつぶし、攪拌し、しばらく間を置いて洗い物を沈殿させ、混ぜ合わせた上、水をだんだんに下の水槽に落とします。これを水肥とも言います。それだけではまだ粒が粗いので、ご覧のように水車を動力とした石臼で2回から3回引いて粒子を小さくします。この石臼は米や大豆をひく石臼と違って根を掘ってありません。すり合わせ面が平面なのです。平面でありながら平